クリスタルはソ連のミール宇宙ステーションの四番目のモジュール十七 k s t t s m t 十一回七十七 t とも呼ばれるクバンと一2と同じく形状は TKS モジュールを元にしておりもともと白バント3の名称が付けられていたプロトンで九百九十年五月三十一日に打ち上げられ九百九十年六月十日にミールに 自動でドッキングした。ミールに取り付けられたクリスタルクリスタルはいくつかの材料生成炉を持っていた。これらはクラーテル5、アップタイザン1、ソーナ2、ソーナ3と呼ばれていた。また、アンイヤー電気営動ユニットと呼ばれるバイオテクノロジー、実験具も存在した。これらの実験器具は地上に持ち帰って利用する1 0 0ラムの生成物質を生産可能であった。 ドッキングノードには、プリローダー後カメラが設置してあり、地球資源観測のために使われた。また、いくつかの天文、天体物理用観測装置も搭載されており、これらは空板と位置の観測を増強するために、設置されたものである。ソーラーパネルは、ミールの他のモジュールとは違い、折りたためるように設計されており、展開と収納が可能であった。 クリスタルのソーラーパネルの一つは1995年に取り外され、クバント1に移設された。このソーラーパネルは1997年11月には廃棄された。クリスタルにも姿勢制御用の6機のジャイロダインを積んでおり、すでにミーール複合体で使われていた他のジャイロダインと一緒に使用された。クリスタルの制御システムはウクライナのハートロン社によって開発された。 アパス -89 最も有名な特徴は、ブラン計画において、ブランとミールをドッキングさせるために設計された2台のアパス -89 アンドロジナス接続システムが搭載されていることである。クリスタルのアパス -89 は、1台が軸方向に、もう1台が側面に設置されていた。1993年にはブラン計画が中止され、 このドッキングポートは使われずにいたが、後にシャトルミール計画での利用に使えないかと考えられた。側面のアパスは結局一度も使われなかった。ミール本体のドッキングポートは一つが軸方向にあり、それ以外は側面に放射状に4機のモジュールが取り付けられるようになっており、クリスタルはミールの放射状の取り付け部に結合していた。このため、ドッキングポートは ミールステーションの側面方向に存在する形になっていた。クリスタルの軸方向のポートは、シャトルとのドッキングになずらえて、スペースシャトルと同型のドッキング機構に改造された、ソユーズ TM-16 で1993年にテストされた。1995年5月26日、クリスタルはミールの Y 軸ポートから取り外されて、ミール本体の軸方向である。 X 軸ポートに移動され、5月30日には、スペクトルモジュールの到達に備えてさらに、Z 軸ポートに移動された。6月10日、クリスタルは、シャトルとのドッキングに備えて、再び X 軸ポートに移動された。1995年には、STS-71 アトランティスとミールとシャトルとの初ドッキングが行われた。1995年の7月17日、 クリスタルの最後の移動が行われ、Z 軸ポートに結合された。もし、ブラン計画が継続されていた場合、この作業はブランに対しても行わなければいけなかったと考えられる。次のシャトルドッキングミッションとなった STS-74 では、アトランティスが見えるドッキングモジュールを運び、クリスタルに取り付けた。これによって、太陽電池パネルと物理的に干渉しないようになったため、 以後のシャトルドッキングミッションではクリスタルを移動させずにドッキングすることが可能になった。クリスタルの断面図、ありがとうございます。